大家賞ボルは、日本の女優、講男子。旧芸名、大家のボル。別名、極道南桜。奈良県架流町出身。出身校は、総愛高等学校。大阪日本歌劇団の元男役トップスター。四代目、極道南両門家の講男子。極道南桜の芸名を持つ。A 型。子供の頃から、 大阪の劇場があった地元のあやめ池遊園地で遊び、大阪に慣れ親しんで育つ。舞台好きな母親から大阪への入団を勧められる。1991年、日本歌劇学校入学、66期生。1993年、大阪日本歌劇団に入団。ファンタジアランドで初舞台。男役スターとして期待される一方で、あやめ池のファミリーミュージカルに、 よく出演していた。大阪解散後、再結成されたニューアースクのスターとして、躍進を続ける。2005年12月から2006年2月に、大阪、名古屋、東京で上演された、新古都翼支援の我が歌部に偉に、外部出演し大阪の存在感をアピールするとともに、対談を決意する男役スターという現役のスターには、難解な役をこなした。 2007年4月、春の踊りで対談した大木誠の後を受け、次期トップに内定とマスコミで発表された。娘役スターの若き志保、北原沙織、男役スターの高瀬茂らと共に、再生途上のニューアースクを担う中心的存在となる。2007年8月、IMP ホールでの真田幸村、同年11月の京都南座公演、レビューイン京都で、 主演、実質トップスターとなる。翌2008年4月大阪小畜座、春の踊りが、正式なトップ披露公演として上演された。2008年7月京都南座公演より、芸名を、大家、昇から、大家昇ボルと改名。2014年5月大阪小畜座公演、春の踊りに続いて、大阪初の東京新橋演舞場公演となる8月の、 夏の踊りをもって対談。2015年、長子と吉次郎の家で、大阪対談後初舞台出演を果たす。2015年2月、四代目、極道南両門家の講談師、極道南桜として、初講座に挑む。ありがとうございます。